インドネシアやアジアパス1501便墜落事故は、インドネシア現地時間の2014年12月28日の朝5時35分に、インドネシアのジャワ島東部、スラバヤにあるジュアンダ国際空港を出発し、シンガポールのチャンギ国際空港に向かって飛行していた、インドネシアやアジアパス1501便が、現地時間6時17分に消息を立ち、 その後の捜索で墜落が確認された航空事故である。乗客155人と乗員7名が搭乗していた。乗客、乗員全員が死亡したとみられ、2015年3月20日の時点で56名が行方不明のままである。8501便はエアアジアのグループ企業であるインドネシアやアジアが運航しており、機材もインドネシア国籍となっている。 ただし、親会社のエアアジアが本社を置くマレーシアでも政府に衝撃が走り、マレーシア国内では、マレーシア航空370便墜落事故、17便撃墜事件に続く惨事と受け止められ、マレーシア地元紙は今年3つ目の第3次と報じている。飛行経路図。赤い線が飛行経路。2014年12月28日。 インドネシアやアジアパセン5 0 1便は、同社の定期便として、スラワヤのジュアンダ国際空港の滑走路10から、帝国より15分遅れとなる5時35分に、シンガポールチャンギ国際空港に向けて離陸した。離陸後は、順調に3万2二千フィートまで高度を上げ、ジャワ海に達した。事故発生時は、ジャワ島とカリマン担当ンの間を飛行中だった。 インドネシア運輸当局は28日昼の会見で、パイロットは6時12分に航空管制との交信にて嵐を避けるため、高度を3万8000フィートに上げる許可を求めていたものの、その5分後に位置情報を知らせる信号を発したのを、最後にインドネシアが管轄している飛行情報区内で更新が途絶え、6時18分に航空レーダーから消えたと発表した。 当該機が飛行していた空域は、激しい雷雨に見舞われていた。インドネシアシコンパスの電子版によれば、エアアジア機が消息を絶った頃、飛んでいたとされる、ボルネオ島の南西には、厚さ5から10キロメートルに及ぶ、積乱雲が飛行ルート上にあった可能性があると、伝えている。なお、積乱雲の高さは4万8000フィートまで達して、いたとの見方もある。積乱雲は、 激しい雷雨や強風をもたらした上、低温の影響で航空機の航行システムが障害を起こして操縦ができなくなる恐れがある。ただし、同日に他の航空機数機が無事にこの地域を通過している。回収された事故機の垂直尾翼を運搬する船事故発生後、インドネシア国家捜索救助庁など、インドネシア当局に加え、シンガポール空軍、 海軍が C-130 輸送機による捜索を実施している。また、インドネシア空軍は B-737 洋上偵察機を投入して、パランカラヤから127回り、方位249度の地点を最終コンタクト地点として捜索を開始した。事故発生日の28日の捜索は日没を理由に、空からの捜索は一旦打ち切ったものの、 船を使った海の捜索は予通し続けられた。事故翌日の29日、インドネシア国家捜索救助庁は、事故機は海上で墜落し、現在は海中に沈んでいると思われるとの見解を示した。29日以降より、オーストラリアやマレーシアなども捜索に加わった。消息を絶った当日の28日に、地元漁師が残骸を発見している。 しかし発見者は事故発生を知らず、ただのゴミだ。村に帰り着くと8501便のニュースが報じられており、発見者はエアアジア社のロゴと同じ赤い残骸が浮かんでいたことを思い出した。地元警察に報告すると、警察から事故機を捜索していた当局に連絡が入った。2014年12月30日、漁師の証言をもとに捜索が行われた。 インドネシア空軍の捜索隊がカリマン担当南西部会場にて機体の残骸を発見し3名の遺体も収容された。2014年12月31日にインドネシア救難当局はカリマン担当南西部の会場で新たに3人の遺体を収容したと発表した。そのうち1人は客室乗務員の女性とみられていて、 この時点で収容された遺体はこれで6人となった。潜水隊も派遣されていたが悪天候のため海中の捜索はできなかった。2015年に1月7日にインドネシアカリマンタン島沖で尾翼を含む8501便の残骸が発見され、12日にはブラックボックスの一部を回収したと発表した。2015年に1月14日に 機体の胴体部分と右翼が海底で発見された。胴体部分には多くの犠牲者が閉じ込められていると推測されるが、悪天候続きのため24日になって引き上げ作業が行われた。引き上げ作業はロープが切断し、失敗に終わった。また、コックピット部分と思われる残骸も胴体部分から500メートルほどの場所に存在することが明らかとなった。 引き上げられた胴体部の残骸捜索救助活動を行ってきたインドネシア軍の報道官は1月27日に胴体部分は持ち上げた際に破壊され引き上げ作業から撤退することとなったと公表したしかし2月8日には胴体部分の回収作業が再開された2015年3月22日に不明者の捜索は打ち切られた162名の乗客 乗員のうち56名の遺体が未発見である。2015年3月20日の時点で身元が確認できたものは97名となっている。2015年12月1日、インドネシア国家運輸安全委員会は最終調査報告書を発表した。それによると、主な要因は方向ヘビシステムの障害だった。方向の作動を制限する。 ラダーリミッターのパーツのハンダ付け部の亀裂で接触が時々切れる状態になり、これにより ECOM から繰り返し警報が送られた。4回目の警報でシステムをリセットしようとしたパイロットが飛行増強コンピュータのサーキットブレーカーに触れたところ自動操縦が解除された。またこの時失速防止装置も解除された。自動操縦が解除された場合はパイロットが手動で 操縦するが、パイロットは、方向だのみを再起動させたつもりが、自動操縦解除含め全ての電子系統を再起動させてしまったことに慌わ機体ロールに対応するまでに9秒遅れた。その間に54度もロールした機体を副操縦士は2秒で、0度に戻したためパイロットたちの平行感覚は崩壊した。そのため平行感覚で0度と感じられる54度。 傾いた状態に戻した。また、けたたましい警報音と、急激な操作に混乱した。副操縦士は急降下と誤認したため急上昇を行った。これに対し機長は、上げろと命令したが、副操縦士は、上げろと勘違いし期待を上げ続けた。機長は、副操縦士の間違いに対し、操縦管を触るな。私が操作する。と言えばよかったが、 副操縦士が機体を上げ続けていると気づかなかった。機長は自らの操縦艦で機体を下げようと試み続けたためダブルインプットという警報が鳴った。しかしパイロットはその警報について何の対応も取らなかった。二人が別の操作をしている間、昇降打は中立位置だった。パイロット二人は最後まで逆の操作を続け、 機体は急上昇の末高度1万5000メートルに、達し氷を大量に吸い込んだエンジンは停止し、失速状態のまま海面に激突した。なお、多くの推測で取り上げられた悪天候は十分に避けられたものであり、墜落に関係がなかったとされた。そもそも方向打のエラーは、直近2ヶ月で23回も出ていたが、その都度整備士は、電子系統を再起動することで対処し、 物理的整備を怠った記録が残っていた。フライト直前にも数回再起動したブラックボックス記録からその再起動方法を目の間にしたパイロットは整備しからその再起動方法を習い、謎の9秒の間にその再起動方法を試みたと考えられている。事故当時の衛星画像と8501便の功績。赤い部分が温度の低い雲を表している。 調査報告書の発表まで様々な推測がなされた。インドネシア海軍の報告によれば事故機は海面に激突して破壊された可能性が高く、発見された残骸も1 0トル四方の狭い範囲に集中しており、空中分解の可能性は低いという。2015年1月4日になってインドネシア気象気候地球物理庁は悪天候が 事故の一因となったとする報告書を公表した。同庁の解析によると、事故当時周辺には、高度4万8000フィートに達する巨大な嵐雲があり、内部は氷点下80度に達する低温で、氷の粒子が多数あったと指摘した。氷が機体やエンジンに付着して不具合を起こし、失速、墜落したとの見解を示した。 2015年に放映されたディスカバリーチャンネルの検証エアアジア墜落事故では待機速度を測定するピトーカがヒーターの故障によって凍結しエールフランス447便墜落事故のような事故が起こった可能性もあるとしているまた航空管制レーダー画像が現地メディアにリークされていてこの画像を見た専門家からは応答がなくなってから 最大毎分9000フィートで上昇後、最大毎分24000フィートで降下していて、エアバス機は操縦系統にフライバイワイヤーを介しているため、通常は巡航高度でのこのような操縦は不可能であり、積乱雲などの何らかの外的要因によって機体が上昇して失速し、降下したとの見解が出ている。1月20日に出されたインドネシア運輸大臣のコメントでも同様に、 正常時の6から8倍に当たる毎分8000フィート以上で上昇した後に失速したとされている。テロの可能性については否定されている。調査に詳しい関係者の話によると、ボイスレコーダーには、けたたましい警報音が記録されており、操縦士は警報への対応を試みた後、警報システムの電源を落としたという。また、最後までパイロットたちは墜落の回避を試みたことが、 確認されている。事故当時、8501便を操縦していたのは、副機長で、インドネシアやアジアにおいて2275時間、飛行しており、フランス人系のパイロット団体の責任者であった。事故機となった PK アクスックはエアバス社製の A320 から216型機で、2008年10月15日に、インドネシアやアジアへ、心臓機として引き渡された。 機内はエコノミークラス180席の仕様で、エンジンは CFM インターナショナル製の CFM56 から5バイト6、3を搭載していた。事故時点での起動しは6.3年であり、それまでに大きなトラブルは記録されていない。エアバス A320 は運行効率や経済性が高いことから格安航空会社に限らず、世界各国の航空会社や、 ビジネスジェットなどで、派生型も含めて6000機以上が採用されており、機体の特性に起因する事故は発生していない。スラバやシンガポール間の路線について、インドネシア当局は、インドネシアやアジアに、同航路の便を週4日運航する許可をしていたが、許可された内容に日曜日は含まれていなかったと発表し、インドネシア当局は、道路線について、調査終了まで、 エアアジア便の運航停止措置をとっている。一方で着陸地であるシンガポール当局はこのフライトが無認可だったという情報を否定しているほか、事故以前にも毎週日曜日には QZ8501 便として当該路線のフライトが定期的に運行されていた。そもそも航空管制では国籍不明機による領空侵犯として扱われる可能性や、 ニアミスといった事態を避けるため、着陸地までの飛行計画の運航許可がないと、出発許可が降りないことになっており、なぜ運航できていたかは不明である。インドネシアの航空会社は、インドネシア当局の安全管理に問題があるとして、原則的に EU から乗り入れ禁止処分を受けているが、今回事故を起こしたインドネシアやアジアは、危険な航空会社ではないとして、 ガルーダインドネシア航空などと共に乗り入れ禁止処分から除外されていた。前述のインドネシア国内での路線運行許可体制について、この事故をきっかけにインドネシア当局が同国内の運行許可についてを調査したところ、航空会社5社が合計61便で同様の無許可運行となっていたことが判明し、この中に国内最大手のガルーダインドネシア航空も 含まれていたことが判明している。無許可運行を見逃していた当局の職員には処分が下された。なお、事故が発生した路線は、エアアジアのグループ会社である、インドネシアエアアジアが運航しており、全座席が QZ 便名で販売されているにもかかわらず、本事故をエアアジアパス1501便と表記する報道も多い。エアアジアの発表によれば乗客は155名。 登場しており、そのうち16名が子供、1名が乳児だった。乗員は7名登場しており、内訳は操縦士が2名、客室乗務員が4名、技術者が1名である。機長はインドネシア人、副操縦士はフランス人だった。これまでの総飛行時間は、機長が2537時間、副操縦士が2275時間となっている。 登場者の国籍は以下の表の通りである。当日正午にプレスリリースを Facebook にて発表した。また、事故後に公式、Facebook 及び Twitter の画像をグレースケールのものに変更した。臨時のコンタクトセンターを開設し、電話で登場者の家族、友人への対応を行った。出発地であるスラバヤの空港には28日夜に、 エアアジアグループ CO e のトニー・フェルナンディスが到着して安否確認に訪れた乗客の家族への対応を行った。エアアジアは保証金として総額およそ12万5000ドルを支払うことを決定した。2万4000ドルをすでに見舞い金として支払い済みで残り10万ドルほどが保証金として支払われるという。保証額は航空会社の責任などを定めた。 国際条約であるモントリオール条約によれば、一人当たり約17万4千ドルが最低額となるが、インドネシアは条約批准国ではなく、同国の運輸省の規定に従って算定された。副大統領モハマット・ユスフからは、事故の可能性が高いという見解を示し、12月28日にインドネシア国家捜索救助庁は、 事故機が墜落した可能性のある海域の捜索を開始した。12月30日からは、インドネシア空軍の輸送機イーズカーサー C-295 も捜索に参加している。事故翌日の29日から、マレーシア軍の航空機及び艦船が捜索に加わった。捜索活動に従事するアセスフォートワースとアメリカ軍のヘリコプターアメリカ大統領。 副報道官のシュルツは12月28日に、オバマ大統領は、エアアジア機に監視報告を受けている。ホワイトハウスは情勢を注視していると述べている。29日に、インドネシア政府からの要請に応じて、米第七艦隊所属のイージス駆逐艦アセス、サンプソンと搭載ヘリのメガヘルツマイナス 60R が、1月3日から、沿海域戦闘艦。 アセス・フォートワースも合流し捜索活動に参加している。外務大臣のジュリー・ビショップはインドネシア政府からの要請があれば協力をする準備があるとし、乗員乗客が生存していることを祈っていると述べた。事故翌日の29日には哨戒機1機の派遣を行った。韓国政府は捜索のため、韓国軍の P-3C 哨戒機を30日に派遣するとした。 事故機には韓国人宣教師家族3名が登場していた。中国外務省は29日、インドネシア政府に対して必要であれば航空機や艦船を捜索のために派遣する用意があると伝えた。日本政府は31日、インドネシア政府からの捜索活動に対する参加要請に応じて護衛艦高波、大波の2隻を派遣することを決定した。両艦は ソマリア沖海賊の対策部隊派遣任務を終えて日本に帰還する途中だったが、護衛艦及び護衛艦搭載のヘリコプター3機を利用して捜索に当たることになった。1月3日の夜、両艦は現場海域であるカリマン担当南西沖に到着し、国際緊急援助活動として捜索活動を開始した。以降1月9日までに捜索。 救助活動等で一体4体を収容したが、その後のインドネシア政府からの活動継続の要請がなかったため、捜索活動を終了し1月下旬に帰国した。ありがとうございます。